どうも、和歌山県住みます芸人ワンダーランドです。どうもです。すごいでしょ、和歌山県住みます芸人。木の上乗ってますよ、見てください。今日はまあ収穫してるんですけどもね、発作見てください、綺麗でしょ。あ、いっぱい取ってます。これあの2捨て目です。あんまステージで言わない、一回休憩挟んだんで2捨て目です。今日はあのインタビューしてくれるということでお願いします。木の上でやります。いや無理やろ。いや下でやります。下でやりますか。下でやります。みかん収穫したの気になるんですけども、そもそもいつから芸人さん始められたんですか。僕たち2人とも高校の同級生で、はい、そうなんですよ。高校1年生から付き合いですね、うん。でまあ、お互い別の大学には進んだんですけど、大学3年生ぐらいの時に、まあ、僕は一人で NSC に入ろうと思って、もう願書も送って、僕 NSC 行くねん、もう願書出してんねんって言ったら、俺も行くって言ってついてきて、うん、そうやね、やっぱ一人で行くん不安やなと思って、うん、まあ、谷下がおった方が、うん、アド君だってあれでしょ、大学の時の後輩に、あ、ミルクボーイ。そうですね、大阪芸大でね、うん、その頃は NSC も行かずに一人で、うん、まあ、ピンネタみたいなのしてて、うん、でミルクボーイと僕が受けに行って、僕が受かったんですよ。ライブにね。そうそう、うん、でミルクボーイがこう手伝いに来てくれたりして、うん、その時もすごかった。そのライブとかはかまいたちさんとか、うん、天竺ネズミさんとか、うん、まあ藤崎マーケットのトキさん、うん、もうピンの時代、うん、はいはい、そう、お笑いはしたいなと思ってたんやけど、 NSC 行くのをこう一人で不安やなと思ってたら、谷坂行くって言ったんで。 NSC 時代はめっちゃ前やもんな、もう。なんですかね、まあ今同期で言うと、うん、見取り図とか、うん、ヘンダーソン、うん、吉田たち、うん、東京行ったコマンダンテとか、うん、まあ、僕らはもう最初からね、なんか、うん、お前ら漫才うまいのにおもんないなみたいなね。そう言われたね。それしか言われてないよね、うん、どの先生にもほんまに言われたな、うん。でもそんな中、そのね、奇跡の一本が生まれるんですよ、ネタが。それがその和歌山のネタやってんな。そう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 、うん、和歌山を PR するっていう、まあ、ネタを、まあ、2人で作って、うん、まあ、その一本だけ NSC 時代に、まあ、ええんちゃうかっていう感じで、うん、褒めていただいて。だからあれですよ、もう武勇伝みたいな。そんなすごいもんちゃうよ。オリラジさんと一緒にしたらあかんねん。武勇伝できたなみたいなやつ。その、うん、だから卒業したその次の年、だから芸人になって1年目の時に、言うたら、うん、M1 が3回戦まで行けて、はい、まあ、同期もびっくりする。そう、まあ、でも一応4200分の200、うん、よう覚えてんなお前。200組やで、200組には残ったんですよね。そのネタで。そうでしたね、うん。されて大阪時代はどんな活動されたんですか。まあ、僕がその NSC の、社員さんと、まあ、仲良くというか、すごくこうお世話になってて、谷坂ちょっとライブのお手伝い来てくれへんかとか、まあ、伊吾さんっていうね、社員さんね、お世話になったんですけど、伊吾さんが、ほんま谷坂がいてたら助かるわ、いつもありがとうな、ほんま、こんなことしかできひんけどって言ってたんで、いやいや、もうそんなんいいから、ギャラとか全然いいんで、前説させてくださいって言ったら、 NGK のね、 NGK もういきなりね、 NGK の前説に、うん、僕ら全然その時はオーディションも全然良くなかったし、うん、ね、でもねじ込んでくれて、うん、でそこで立たせてもらえるようになって、うん、ほんまお仕事はそれぐらいです。そうやな、前説しかしてないね、うん。はい、ね、テレビ局は行ったことないかったし、うん、劇場の前説を頑張ってたって感じですね、うん。はい、その活動してて、じゃあどうやって住みます芸人になられたんですか。で、正直5年ぐらいその大阪でやってたんですけど、うん、まあ鳴かず飛ばず、もうそろそろ自分らも解散とか、違う道とか、うん、そういうちょっと一番良くない時期になりまして、うん、まあ絶対あると思うんですけど、芸人やと、良くない時期になって、もうこれ以上やってても意味ないなっていう空気感の時に、ちょうどその僕たちが NSC29 期生やった時の、
NEC の館長さん、うん、はい、社員さんなんですけど、館長さんから電話かかってきまして、あの、谷さんお前ら今どうなんって言われて、いやもう全然ダメですって言ってたら、うん、そうか、和歌山帰るって言われたんですよ、うん、何のことだった、ジャニーさんみたいな言い方やな、ほんまに言う言っちゃいなよみたいな、当時の和歌山帰っちゃいなよみたいなね帰るみたいな言われて、何ですかそれって言って、うん、そういうその住みますプロジェクトっていうのが始まるんやと、うん、ただお前らそういや2人とも和歌山じゃなかったっけ、ネタやってたよなみたいな、そう、あのネタが結局聞いてきて、そう、そのネタのことを覚えてくれてて、うん、そうですね、じゃあちょっとあの相方と相談して折り返しますって言って、誠にすぐ電話を、うん、そしたら、あ、じゃあ帰ろっかっていう感じで、うん、行ってみようか本当にあの解散するか住みます芸になるかみたいな、もう二択やって、じゃあ折り返して、その社員さんにあの行かしてもらいますって返したら、あ、ありがとう、じゃあ1週間後東京で記者会見なって言われて嘘やろっつってまず最初はあのメディア関係 と、うん、各行政ですね、役場とか、うん、あの市役所とか、あの県庁さんとか、うん、そういうところに挨拶に行ってね、行ったね、はい、まあ、いろんな、まあ、主要な和歌山の、はい、まあ、重鎮というか重鎮の人も行ったでな、そうですね、あの、うん、ウィンズ平坂さんとかねそうそうそう、はい、あの桂志丸首相とか、そうそう、はい、うん、ね、いろいろこう挨拶させていただいて、で、まあ、ありがたいことにね、いろんなテレビも和歌山で出させてもらったりとかが、うん、まあ、結構すぐそのおかげで、まあ、ちょっとね知名度がやっぱり、うん、あの出てきて、うん、でそこからちょっとずつ仕事がもらえるようになったかなっていう感じですね、うん、あと和歌山市の加田のね皆さんが結構応援してくれたりして、うん、あの地元の祭りとかにすぐ呼んでもらったりとか、うん、思い出にある仕事とかいろいろやりましたからね、やったな、劇団もやったもんな、劇団やりましたね、うん、海南、それこそふるさと海南劇団、うん、海南座っていうのをね、はい、銀シャリさんにも来てもらって、うん、ゲストでとか、とかまあやっぱ僕はまあ美浜町出身で、地元のお祭りに司会で呼んでもらうみたいな、あ、すごいこう感動したなって、やる気も出たなと思います、やっぱそうですね、地元の祭りに呼んでもらうってすごいことですもんね、あれどうでした、地元全く呼ばれませんあと他にも、まあ、あのマグロのね解体ショーが実はできまして、那智勝浦町というところがですね、生マグロの水揚げ量日本一の町でして、うん、でそこでね、あのお仕事であのマグロの解体師さん、漁協さんがあのやってらっしゃるマグロの解体ショーに僕らがついていってね、うん、こう MC をするっていうお仕事があって、うん、でそこで結構お付き合いさせてる、いただいてる中で、あのもう自分たちが解体しても面白いんじゃないかという話になりまして、うん、1日にあの十何本20本ってあの砂漠、うん、あの練習をして、はい、で一応ね僕らはい、和歌山県漁連さんの方からあの認定証もいただいてるんで、ね、解体師、そう、もうこの勝浦の解体師やっていう認定証いただきましたね、はい、まさかあの芸人になってあんなにマグロをさばけるようになるとは思ってませんでしたけど、はい、和歌山市の夏祭りであのぶんだら節っていうあの紀州ぶんだら踊りっていうのがあるんですけど、あの毎年その飛び入り連っていうね、あのそのそこにいらっしゃるあの観客の方でも一緒に踊りませんかって言って、うん、その飛び入り連っていうのを僕らはまあリーダーみたいな感じでね、うん、まあ、毎年だからまあ、うん、その飛び入り連は20人30人しかまあ踊らないんですけど、うん、まあ、僕ら一緒にみんな踊りましょう言ったらほんまにね500人以上、うん、かなりの、うん、長蛇の列にこうなってみんなで踊らせてもらって、うん、だからそういう時は嬉しかったですね、嬉しかった、もうめっちゃ感動した、うん、まあ、あの和歌山県でねいろいろ活動してる中で、うん、あのいろんなところからあの大使の方もねいただきまして、ありがたいな、ほんまに、ね、いや本当にあの、うん、小坂はジビエ知らせ大使とかね、うん、あと特殊詐欺被害防止広報大使とか、うん、和歌山県警からですよ、そうですよ、ね、うん、で和歌山市さんからも和歌山市観光発信人って言ってね、うん、あの名刺までいただいたりとか ね、はい、ね、他にもいろいろあるんですよ、そういうのももらうたびに余計嬉しいよね、うん、うん、
やっぱり和歌山県のために頑張ろうと思いますわ、うん、はい、ほんまに皆さんに応援してもらって、まあ、11年やってきたっていう感じですね、うん、そうですね、うん、で最初は本当にあの1年和歌山帰ってっていう話だったんですけど、まあ、今でもう11年頑張ってやってきていろんな仕事をであのそこに結びついたんかなと、まあ、うん、覚えてもらって顔もあの名前も覚えてもらって応援してもらえてるんかなっていうのはすごく嬉しかったですね、はい、和歌山の良さは？いやもうこれでしょ、これね、自然まあねそれもそうやし家賃安いし ね, ね, いやそうですね、家賃安い、ほんでもう、うん、いろんな野菜取れたらもらったりとか、ね、魚取れたらもらったりね、はい、うん、何も困ることはないですね。いや本当にそもそもあのみかんは収穫なんてしてたんですか？それね、そうなんですよ、はい、実はですね、今ここにいてるこの畑、うん、僕たちが管理してます。ほんまいろいろやってる間にあの農家になりました農家になりました